マルチトラックレコーダー、マルチトラックレコーダー、多重録音機、マルチトラックレコーダー、マルチトラックレコーダー、MDR、マルチトラッカーは、録音用機器の一つである。特に音楽制作に対応される。テープ媒体やディスク媒体を用い、2トラック以上の複数の録音トラックの録音再生を行うことができる、録音機器である。通常のステレオ録音再生機と異なり、 それぞれのトラックに対し、個別に録音、再生を選択することができるのが特徴である。MTR は音楽ソフト制作上を極めて重要な装置である。例えば、複数のパートを各々別のトラックに独立して、録音再生することができるので、一旦全パートを仮のレベルで録音した後に、任意のレベル、定位、エフェクト処理下でそれらをミキシングし、 最終的なステレオソースにミックスを作ることが可能になるトラックダウン、ミックスダウン。また、任意に録音、再生を切り替えられるので、例えばリズムパートをあらかじめ録音したテープを再生しながら他のパートを異なったトラックに録音していくこともできる。このような多重録音の手法により、時間的制約やスタジオの空間的制約が緩和される。さらにその後、歌唱を 複数のトラックに録音し、出来の良い部分を繋いでいく等も可能であり、一人、多重症なども可能である。トラック数が不足する場合は、複数のトラックを再生しながらミキシングし、少ない数のソラトラックに録音すれば、再生したトラックを消去することができるようにる。この種の操作を繰り返すことを、ピンポン録音と呼ぶ。ワイヤーレコーダーやレコードと異なり、 アナログテープレコーダーは幅広のテープを用い複数の実機ヘッドをテープの幅方向に並べることによって多くの独立したトラックを持つことができる。業務用としては最大で2インチ幅のテープを用いて16あるいは24トラックの録音再生を行うものが一般的であった。1960年代半ばには1、4インチ幅テープを用いた。 オープンリール式の4トラックの機種が登場した。ティアック社の80から8に代表される1、2インチ8トラックの機種や、ホステクス社の1、4インチ8トラックの機種は小さな録音スタジオに至るまで広く用いられた。業務用では最大でテープ幅2インチで40トラックのものまで実用化されたが、テープ幅に対してトラックが多くなると、S。 エヌワッや歪み増加が無視できなくなり、対策としてノイズリダクションシステムが用いられるようになった。また、32トラックを超えるレコーダーは機械への負担の大きさから故障が多かったため、24トラック機が業界標準となった。1979年にティアック社はオーディオカセットテープを使用した4トラックのマルチトラックレコーダー。 144ポートディオを発売した。この機種は当時広く用いられていたカセットテープを利用する点、ミキサーを内蔵していた点、安価10万円以下な価格設定が特徴で音楽制作を試みるアマチュアにとって好都合であった。囲碁他社からも類似製品が多数発表された。これらの機種の多くがカセットテープの限られた性能をできるだけ上げるため、 次のような特徴を持っていた。ミキサーブはバス切り替え機能を持っており、トラックごとにテープバス、ミキサの入力バスの切り替えを行う独立したスイッチや再生、録音機能、再生音の定位を決めるパンポットなどの基本的な機能をしたものであった。後にはカセットオーディオテープを使用した8トラック製品も現れた。このミキサー m t r のスタイルは 非常に革新的で、現在単体、MTR というと、録音再生機単体、モジュラ型より、ミキサ内蔵型のものが大多数になっているほどである。オープンリール式固定ヘッドデジタルレコーダーは1980年頃から利用が始まった。最初に市場に出たのは、3M 社の DMS システムであったが、ソニー、ティアック、松下電機、ストダーのダッシュ、 ダジトルオーディオステーシャナリーヘッドの略規格、テープ幅1、4から1、2インチと、三菱電機、赤い電機、赤い、おたり電機、おたり、アイグ、テレフンケンの PD、プロデジタルの略規格、テープ幅1、4から1インチに修練した。これらは、マスターレコーダー用の2トラックの規格と MTR の規格を定めている。また回転ヘッドを用いた、 ビデオテープレコーダーの機構を用いても多チャンネルのデジタル音声信号を同時に記録するだけの帯域を確保することができる。8ミ、mm、リビデオ、ベータマックス用ビデオテープを使用した8トラック及び12トラック、16トラックのデジタルマルチトラッカーなども登場した中古車は録音機能だけで録画機能はない。現在でも音楽制作、 放送用に広く用いられている規格として、ベイヤリシス射程章のアドットと、ティアック射程章の DTRS があり、前者は S、VHS テープ、後者はハイ8テープにそれぞれ CDDA 同等の音質で8トラックを記録することができる。これらのデジタル MTR は同期機能を持っており、映像機器との同期のみならず、16台の DTRS 機を 同期運転して1台の128トラック、多重録音機として扱うことができる。ビデオテープに限らず、十分な信頼性とデータ転送速度を持ったデジタル記録媒体であれば、いかなるものでもデジタル MTR の媒体となりうる。業務用では5、3.5インチ MO ディスクを用いた MTR があり、コンシューマー用として MD データを用いた MTR も発売された。 2000年を過ぎたあたりからは、コンピュータ技術からの転用が盛んになり、ハードディスクを使用した8トラックから16トラックの単体レコーダー及び同機能を有したコンピュータソフトウェアの利用が中心になってきた。共に直接 CD-R を制作することも可能になるなど実用上の利点が多く、また大量生産されるハードウェアを利用するため、2006年、 現在、32トラック対応機種が、アマチュアでも、簡単に入手可能なくらいに安価になってきた、デジタルオーディオワークステーション、どう楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。